ムスタート。こんにちは、ペガちゃんです。稲妻イレブンゴーストライカー2013やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回河川敷やっていきましょう。はい、今回なんですけれども試合でやっていきます。で、対戦相手どうしよっかな。今日結構今日のイレブンは強いイレブンなので、対戦相手も強い方がいいのかなと思うので、ゼロとかにしときましょう。今日の相手、今日の相手はゼロでやっていきたいと思います。さあ始めよう。はい、ということで、フォーメーションこんな感じで、めちゃめちゃパワー系なフォーメーションですけれども、やっていきたいと思います。今回なんですけれども、ザ・キーパーソンっていう、チームが実はギャラクシーの対戦ルートにありまして、そのイレブンでイナストでもやっていこうという、そういう感じの動画でございます。よろしくお願いいたします。そう、ギャラクシーの対戦ルートにこのチームあるんですよね。もうまさに主要キャラてんこ盛りみたいな感じのイレブンなんですけれども、まあね、マタタギがギャラクシーの方ではいたんですけど、マタタギはちょっとね、イナストに入ってないんで、ヒロトを代わりに入れているという感じでございます。で、今回の企画をやるにあたって、ザ・キーパーソンのね、ちょっとね、メンバー見てたんですけれども、なんかザ・キーパーソン、大人と子供が混じってるんですよね。だって、ゴーエンジとエンドは子供だったのに、ヒロとかフブキはこれ大人っていう、なんでここ違うのかがちょっとよくわかんなかった。なぜなんでしょうか、レベル5さん。で、あとは、まあ、主要キャラてんこ盛りって言ったんですけれども、なぜシンスケがいるのか。なんでなんでしょうか、レベル5さん。はい、ゴッドエデンスタジアム。試合開始だ。試合開始だ。さあ、ということで、やっていきましょう。よろしくお願いします。ゴーエンジと剣の、指定コンビ2トップ。いや、2トップじゃない、今回4トップです。244、超パワー系フォーメーションでやっていきたいと思うんですけども、俺、スーパースター5とかさ、そういうのがさ、結構パワー系だなってなんか結構言ってたと思うんですけれども、最近、リアルのサッカーで、550っていう、ある意味パワー系なフォーメーションもあったみたいで。ちょっと、せっかくです。今日、ミキシマックスも結構使っていこうか。はい、信長のこの技かっこいいですよね。あ、ちょ今切断ブースト落とうとしちゃって、まあ、なんかライモンの不良がちょっと近づいてきちゃいましたね。まあ切断ブーストを打ちたかったんですけど、なんか違うのが出ました。違うの出ちゃったね。さあ、これはですね、天馬、おい、きなこ、ナイスー。もちもちー、きなこもちー。これ何回もやるのに喉壊れるんですよね。さあ、おお、今のパス芸術的なパスから、ゴーエンジ、食べて、白、風になろうよ、くん、届かず。クレイジーサンライトにやられていきます。いや、今、クロスファイアちょっと、おーっと、これまずいんじゃない？これ、まずい、ガバガバ守備陣出たってこれ。ガバガバ守備陣もうめちゃくちゃ裏取られとるって。でも遠藤のゴッド&Vの声若かったですよね。ザ・キーパーソンだと遠藤が、ゴッド&ダブル持ってるんですよ。ただイナストなぜか遠藤ゴッド&ダブル打てないんですよ。なぜ天馬使えるっていうね、っていう感じだったので、ゴッド&Vも持たせてるって感じです。ちょっとミキシマスしようか、こっちも。あ、違うわこれ。ティラノ来ちゃった。まあ、ちょっとティラノ逆にあんま打たないからちょっと面白そうだよね。逆に古代の牙珍しいかもしれん。まあ、最近ビッグばっかり使ってたから、ある意味珍しいかもしれん。さあ、これね、
あ、ちょっと剣もさ、沖田さんやってみるか。沖田さん、頼みます。ミキシートランス沖田、沖田して、なんか言うてます。ズババババン、ズバババンやるか。ズバババン、はい。菊一文字かっこいいよね、菊一文字ね。超かっこいいと思う。あの菊の花がさ、ブワンって咲くところがさ、もう美しくて、もうまさに日本の美を象徴してるかのような、もうまあ素晴らしいですね。これさ、ヒロと、あ、ちょ待って、あ、待って、あ、またガバガバ守備陣出たって。あー、これ白竜、あ、あ、ちょっと待って、こうやって待って、ちょっと、あ、もうこれ使わざるを得ないね、使わざるを得ないですよ、これ今の。危なかった、危なかった、今。あー、もう、大丈夫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 、終わり、よし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 、もうよしじゃないんだよな、この前半。僕はある決断をしようかなと思っていて、やっぱり遠藤攻めなきゃ。もうきなこ過労死しちゃうかもしれないけど、さあ後半もやっていきましょう。よろしくお願いいたします。さあこれ OK、 よし。ちょ、ゲージ溜まってたら怖いなというところはあったんですが、ちょっと待って、ね、よし、これまずいよ、これまずいよ、エンド、エンド取って、これね、もう行っちゃう行っちゃう行っちゃう、これね、エンドが駆け上がる駆け上がる駆け上がる、結構結構奥深まで行く、奥深くまで、あ、これ結構奥深くまで行けた。さあこれ、これどうですかね、これは。オッケー、俺の采配ズバリ、ズバリだよこれ。エンドをこれフィールドプレイに上げるというこの采配、あー素晴らしい、我ながら素晴らしい。これは、はあ、ちょっとうぬぼれすぎて、ちょっと、あ、あ、合う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 、大丈夫これ大丈夫。暗黒神ダークエクソダス、魔王の斧、合う、これまずい、シュートロックまず、やるしかない、やるしかない。オッケーオッケーオッケー、さあこれさ、ちょっとあれやっちゃおうかなと思うんですよ。ちょっと待って、ちょっとこれね、天魔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 で12でちょっとこれやっていこうか。で俺ちょっと気になることがあって、今これフェイってチラノ状態じゃないですか。これ最強イレブンハードにするとどうなるんだろう。そう、どうなるんだろうこれ姿は。あ、ティラノ状態で撃つのね、なるほど。でも最強イレブンハートって時空最強イレブンで撃つから意味があるのに、ティラノ状態で撃ったらそれ最強イレブンでもなんでもないよね。オッケー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 、ちょっと今新たなことを知れたですね、今のは。最強イレブンハートって、パートナーがこれミキストランスしなくても、あの最強イレブンハートを撃つときにミキストランス状態になるんですよ、あ、姿だけね。だから、あのフェイどうなるんだろうなと思って、すでにあのティラノの状態だったからどうなるんだろうなと思ったら、ティラノの状態で撃ちましたね。なるほど、そういう感じなのね。これはちょっとゴッドハンドやりましょうか。オッケーオッケーオッケー、だからシンスケがゴッドハンド打てることを今初めて知ったわ。お前はバーニングキャッチで十分だ。ちょっと待って、これまずい、これはまずいっすね。ちょっとこれやろう、これやろう、ドラゴン、ドラゴン、
ちょちょなんかちょっとなんかめっちゃ希望歌みたいになったって今。なんかあのミスりました。キラキライリュージョンミスった男ベガちゃんです。さあこれね、とどめのこれなんかガタガタだったっけこれ。あ、来ましたね。やりましょうか。ザ・バース。オッケー、3対1。よし、いいシュートだね。ヒロトの顔の位置、吹雪の股間にあったんだけど。この後加えるんかこれ。ちょ止めろ止めろ。あー、これ入ったでしょ。これ入ったよね。あー、ブリタニアクロスされていく。で、ちょっと待って、オッケーオッケー、これ入ってるでしょ。よし、キラキライリュージョン。へぇ、これ軌道言うとちょっと上がって、オッケー、あ、めっちゃいいドリブルで軌道が上がりーの上がりーよ上がりーよで5-3、5-3、5-3、5-3、5-3、5-3。はい、これやります。プライムレジェンド。これはあー、まあ止めるのね。それは止めるのか。ちょっと遠かったですかね。ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、マジでこれ1点取っててよかった。あ、ザ・バースが生きた最後に。なんとか行きました。3対2です。これで試合は終わりですかね。ちょっと待って、危ねっ。ちょっと今ヒヤッとしたけど、はい、ザ・キーパーソン3対2で勝利です。